良い子のみんな、こんにちは。歌のお姉さん、ただの歌のです。ママンとトゥギャザーでは、歌のお兄さんと一緒にいろんなお歌を歌っているよ。え、質問ですか？裏道お兄さんとイケてるお兄さん、結婚するならどっちがいいですか？と。いい？表面や面白さだけで男を選んじゃダメよ。見た目とか愛嬌だとかそんなもの、その魅力に反して将来的には何の役にも立たないの。スムーズに幸せになるために大事なことだから、ちゃんと覚えておいてね。あと、そうそう、これも大事。テレビアニメ裏道お兄さんは2021年7月より放送スタートよ。はい、カット、OK です。はあ、結婚したい。